皆様こんばんは遅い時間にごめんなさい1月25日11時50分ですかね手ぶれがしていたらごめんなさい50分ですね手ぶれしないように ごめんなさい入院にはこの2冊を持っていきたいと思います桂木奈美さんの大東亜戦争失われた真実本木誠先生の日本思想日本思想史マトリックスこの日本思想マトリックスは 大切な方からいただいたお土産の本です中には元木先生のサインが入っていました元木先生の講演会に行かれて長い列並んでくれて サインまで書いてもらって私の名前を重い本を重い本をって言ったらいけないけどごめんなさい本を持って帰ってきてくれましたまだ読めてなかったので 頭がぼーっとしてなかなか読むのも難しくてお薬の副作用で血管が開くんですよ点滴のそれで頭がぼーっとするんですね血圧も低くてごめんなさいねこんな話を余談余談余談なんですけどで手ぶれがすごいしてるけどごめんなさい それでは楽しみです。当然 YouTube も新カッチャンネルも動画見たいと思います。あとおそばさんの動画も見たい見たいので入院中は。 やることがたくさんあります。楽しみです。それでは皆様おやすみなさい。